りしゃ、かけめです。今日はセブンイレブンさんの惣菜パンで、コクうまコロッケドッグの動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。セブンイレブンのコクうまコロッケドッグ、税込み125円です。それではそしたら、まず原材料名ご一緒にご覧いただきたいと思います。牛肉入りコロッケ、小麦粉、植物油脂、濃厚ソース、砂糖、卵、ショートニング、マーガリン、パン粉、母乳などを主原料とする食品、粉末水飴、食塩、pH 調整剤、調味料、増粘剤、清酒、グリシン、カラメル色素、スサン NA、ココア色素にカロチノイド色素、ビタミン C、酵素、なんすかこれ、わかんない、その他もろもろということで、製造元は F ベーカリーさんですね。エネルギーの方は1本あたり330キロカロリーです。はい、こちらがコロッケドッグでしたっけ、の中身なんですけれども、コロッケが比較的でかいですね。かなりちょっとソースがついてるんですが、おお、いい感じですね。お肉も結構入ってるっていう感じのコロッケの中身です。すげえ。それでは、セブンイレブンさんの惣菜パンコロッケドッグのお味の方をチェックしてみたいと思います。お、なかなか美味しいですね。この中のコロッケはめっちゃ美味しいです。肉の旨味たっぷり出てるんですけれども、あとここのかかってるソースがなんかすごいコクがあって、とんかつソースの濃い味がするんですけれども、ただ外のこのパンがパサパサなんですよね。なのでこれパンはうまいんですけれども、ちょっと喉乾く的な感じでしょうか。とりあえずうまいですすいません。それでは簡単なんですが、指定させていただきたいと思います。